それでは今回のゼロカノプロジェクトに参加してくださった方でですね、まあ、最後までやりきってくださった方の、インタビューの方をしていきます。この方はですね、44歳の方で、西日本の方ですね、そちらの方に住んでらっしゃる方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕自身とその、まあ、今回のゼロカノプロジェクトの方でですね、その参加する前ってのはどういう状況だったかっていうのを教えてもらっていいですか？はい。まあ、すごくこう、いい女っていうんですかね。綺麗な女性や可愛い女性にモテる男っていうのが、どういう行動をとっているかっていうのがもう全く、わからなくてですね。ただ、優しくて、まあ、真面目にしてれば、女性に好かれるんだというふうにずっと思い込んで、そういう行動をちょっとしてきたんですけども。はい。まあ、結局、女性に深く愛されるっていうことがないままにですね。まあ、未だにちょっと、女性というものがまだまだよく分かってないような状況でした。はい。はい。まあ、そこから、まあ、今回の。ゼロカノプロジェクトと参加したりとか、まあ僕自身に会ったりして、まあどういう状況というか、何を学んで何を得たかっていうのとか教えてもらっていいですか？はい。まあ一番、学んだことっていうのは、まあ女性に与えることっていう、はい、まあジゴロパンさんがもう本当にこうよく言われることなんですけども、まあ自分は意識してそういうことをちょっとしてこなかったなと、まあ、見た目を良くして、優しくして、真面目で、そういうところをこう、磨けば、まあ、女性は自然とこう好きになってもらえるんだな、というふうに思ってたんですけども。はい。まあ、ジゴロパンさんからいろいろこう、学んでいくうちに、やっぱりこう、自分から与える。で、与えるっていうことに対しても、ちょっとこう与えるというんじゃなくて、もう与え続ける、もう本当に見返りを期待求めずにですね、どんどんこう与え続けられるような男にならないと、女性が本当にこう心底その人のことを好きになってですね、その人のためにこう尽くそうという気持ちまでにはならないですよということをこう教わりました。まあそこですね、やっぱり一番大事なのはね。はい。で、まあその結果、まあ今回のゼロカノプロジェクトの期間で、まあどういう結果が出たのかっていうのを教えてもらっていいですか？はい。まあもともとはちょっと、受け身なタイプだったんですけども、まあ、まずはやっぱり行動を起こすということでですね。まあ出会い系サイトなんかにこう登録をしまして、で、まあ数人、女性とこう出会うことはできました。うん。一人と、まあ一応そのホテルとかエッチとかするような関係とかにはなったって感じですよね。そうですね。はい。うん、まあ少しずつですけど、まあ成果が出てきてるので、まあこちらとしてもすごく嬉しいなっていうのはありますね。ありがとうございます。で、そして最後なんですけど、まあ今回、これから、はい、まあ今回は、まあヨムさんの方はやりきってもらって、で、最後の、まあこれから新しく挑戦したいっていうか、まあその、ね、新しく彼女を作ったりとか、セックスするような相手とか作ったりとかして、まあ男としても自信手に入れたりとか、まあこれからそのね、いろんな女性のことを知っていきたいっていう方がいらっしゃ、これを見てるっていうか、これ聞いたりとかしてるので、その最後のそういう方にメッセージってのをお願いしてもいいですか？はい。まあ私自身もそうなんですけど、すぐにこう自分の中で、言い訳を作って、まあ、例えば、あ、俺はもう、年だから、モテるわけがない。まあ、イケメンじゃないから、モテないし、金持ちでもないから、モテるわけがないというふうにですね、もうすぐに、諦める気持ちがあったんですけども、まあ、今は、絶対に、どんな、壁にぶつかってもですね、諦めない。最後まで自分の理想とするですね、男になるということを誓ってですね、
何でもこうチャレンジしていきたいと思ってます。まあ、それがやっぱり、結果にもつながると思うんでですね、皆さんも、決してこう自分の中だけで諦めずにですね、どんどん、実践をしていっていきたいな、いっていただきたいなと思います。うん、いいっすね。ありがとうございます。まあ、本当やっぱこうやって、うん、実際にやって、まあ、そこでまあ結果少し、まあ、少なからず出してっていう形で、本当やっぱ勇気とかね、こうちょっときっかけになると思いますので、はい。ぜひぜひ参加してもらえたらなと思います。それでは今回、エムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。